今回は高橋勝彦の雪明かりの夜を朗読します。はい、もしもし。あ、先生どうも。いかがですか？お願いしていた短編の進み具合は。そろそろ何枚かいただければと。原稿ならまだないよ。え？1枚もですか？ああ。でもストーリーぐらいは固まってるんですよね。それもまだだ。そんな、3日後ですよ、締め切りは。別に怠けてたわけじゃ。ここ何日か必死にストーリーを組み立てようとしたが、どうしてもまとまらなくて。何か筆が進まない原因でも。それは、はっきりしてる。何です？おめさん、お中さんじゃねえのか。え？このセリフがどうしても頭から離れない。原稿が書けないのはそのせいだ。どういうことです？数日前、今のセリフが突然浮かんでずーっと頭の中で回ってる。そいつがストーリーを考える邪魔をするのさ。はあ。多分理解できないだろうけど、小説を書いてる最中、これは誰かに書かされてるなと思う瞬間がある。登場人物が急に思ってもいないことを話し始めるんだ。あれ？と違和感を感じながらも奇妙に筆が進んで、気づいた時には4枚も5枚も進んでる。作家の方はどなたもそうなんですか？仲間の何人かに聞いてみたら、やっぱり同じ経験があった。俺の場合、史実に基づいた小説を手掛けてるとき頻繁に起きる。登場人物の行動の意味を思いながらポツリポツリ書き進めていると、唐突に筆が速くなる。心臓がドキドキして、無意味に涙が溢れて。涙までですか？嘘じゃないよ。感極まって書けなくなることもある。モデルになった人物の霊が降りてきて、俺にその部分を書かせたとしか思えない。なんだか背中がざわざわしてきた。よく怖くないですね。もう慣れっこさ。今はむしろ快感だね。枚数が進むのもありがたい。1時間に3枚が俺のペースなのに、そういう時は2倍も3倍も書けるんだ。歴史上の人物の霊に先生の思いが通じたってことですか？だから、お中さんじゃねえのかねというセリフが頭から離れないのも何かの合図かなと思い始めてね。書けというからには書くしかない。そのセリフ、言葉遣いからして江戸時代から昭和の初めといったとこですよね。場所は東京の下町とか。いや、とっさに浮かんだイメージは、雪のしんしんと降り積もる田舎だった。どうしてそんな光景が？聞かれても困る。ただその景色がはっきり浮かんだだけだ。もう一つ不思議なのは、セリフを口にしてるのが僕自身ってことだ。どういう意味です？いつもなら頭の中でセリフを語ってるのはあくまで登場人物であって俺じゃない。それが今度に限っては小説を書いてる俺自身がそのお中さんって人に声をかけてるらしいんだ。誰なんです？そのお中さんってのは。わからんな。だいたいどうして俺がこんな言葉遣いをしなきゃならんのかね。そもそも俺が喋ったセリフなら、
霊が降りてきたことにはならないし。はい。あなた、コーヒーを入れたわよ。ああ、いい香りだ。一休みするか。どう？住み具合は。朝までにはせめて5、6枚ファックスしなきゃならないのに、まだ最初の一行で悩んでいる。相変わらず、お腹さんに引っかかってるのね。こうしてぼんやりしてる時間も惜しい。他にもまだ抱えてる仕事があるってのに。少しタバコの吸いすぎじゃない？窓を開けるわ。冷たい空気でシャキッとするわよ。別に眠気と戦ってるわけじゃない。でも空気ぐらい入れ替えないと。ああ、ほら見て、屋根に積もった雪が月明かりで輝いてる。へえ、だいぶ降ったんだな。道路も真っ白だ。散歩に出ない？雪も止んだようだし。散歩ね。まあタバコが残り少ないからコンビニに行くついでもあるけど。誰の足跡もついていない雪道を歩くのはきっと気持ちいいわよ。そうだな。よし、行くか。なんだか気持ちがウキウキしてきた。この時間だとさすがに車の往来もないし、今この道は全部俺たちのもんだな。キュッキュッて雪を踏む足音も妙に懐かしくない？車に頼って雪道を歩くこともなくなったよな。雪なんて窓から眺めるだけだ。子供の頃はあんなに雪が降るのを待ちわびてたってのに。今は違うの？雪なんて重荷なだけさ。寒い朝の雪かきにはうんざりさせられる。子供は無責任に雪と戯れてればいいものね。一面に降り積もった雪は土地の境界線をなくしてくれるんだ。農家の多い田舎の村に暮らしたことがあってね、道を通れば遠回りになる小学校も冬には雪の積もった田んぼを越えて一直線に行けるんだ。スキーを使えばもっと早い。その田んぼは広い運動場にもなった。雪の土俵で相撲をしたり、50人ぐらいで雪合戦もした。転げ回っても痛くないし、濡れるだけで服も汚れない。雪の降る冬こそ子供の天国なんだ。俺なんか冬になるとアイスキャンデー屋に変身したものさ。アイスキャンデー屋？試験管に割り箸と砂糖水を入れとけば、朝には立派なアイスキャンデーが出来上がってる。友達に配って喜ばれたものさ。だけど一番心を弾ませてくれたのは雪明かりの夜の美しさだな。田舎の夜は怖いんだ。田んぼばかりだから街灯なんかなくて夜は真っ暗になる。だけど冬は違う。雪の白さが足元にあるし、それに月明かりが加われば雪原がキラキラ輝いて幻想の世界になるんだ。雪明かりに誘われた子供たちは夜中鎌倉に集まる。真夜中外で遊べることなんかめったにないから、みんな興奮して笑ってばっかりさ。贅沢な少年時代だったのね。しみじみとそう思うよ。今の子供たちも同じように雪と戯れてんだろうかね。
らっしゃいませ。俺はタバコだけだけど、ついでに何か買い物していくか。だったら夜食になるものを買っていこうかしら。そうだな、今夜は徹夜になりそうだし。タバコは買ったけど、まだ家に帰る気になれんな。私も雪明かりのせいで子供の頃に戻った気分。寒くないか？ううん、だいぶ歩いたから体がポカポカしてるわ。ならちょっと遠回りして帰るか。いいわね。住宅地になる前、この辺りは畑ばかりの丘陵でね、だからちょっと通りを外れるとまだ林や藪が残ってる。林の手前に古い一里塚があるって。江戸時代には街道が通じてたんだろうな。興味あるなら足を伸ばしてみるか。ええ、場所は知ってたが俺も見たことはない。だいたい散歩の習慣がないからな。近所の喫茶店か本屋まで歩くのがせいぜいだ。私もこんなに歩くのは久しぶり。まだ誰も通ってない雪道に足跡をつけるのは快感だね。体力の続く限り歩いていた。あら、鳥居が。へえ、こんなとこに神社があったなんて。立派な杉の木もある。昔の森の名残かな。せっかくだからお参りしていくか。気分、真夜中に神社にいるなんて、はあ、この杉近くで見上げると相当高いわね。樹齢も400年はありそうだ。さてここで一服させてもらうかな。これくらい古い木になると感情なんかもありそうだな。まさか。いや、目がなくても風や雨を肌で感じることができるし、音は振動として認識できる。2000年も生きてられる木が感情を持たないわけがない。でなければ退屈してしまう。この杉の木もここで辺りの移り変わりをずっと見守ってきたんじゃないか。まるで詩人みたい。確かに妙だな。いつもはこんなこと考えもしないのに。これも雪明かりのせいだ。ま、神社の境内は心を透明にする場所でもあるからね。あら、向こうから人が来るわ。誰だろう、こんな夜中に。あなた、タバコは消した方がいいわ。なんでだ。境内でタバコの火が揺れてたら幽霊と勘違いされるかもしれないじゃない。まさか。だけどどこに行く気なのかな。この先に家なんかないぞ。一里塚の奥は林で、その先は川だ。私たちと同じに雪明かりに誘われて散歩してるのかしら。変だぞあの男。寝巻きのまま家を出てきたらしい。夏ならともかく、この季節に信じられない。なんだか怖いわ。危ない人間とこんな時間に関わりたくはないな。そこの本殿の陰でやり過ごそう。あら、あの人、本殿の前で手を合わせて。おい、あいつの頭どうかしたの？あの男の髪ちょんまげだぞ。着物も寝巻きなんかじゃない。時代劇に出てくる旅装束みたいだ。どういうこと？わからん。水郷でちょんまげしてる人間がいるとしたら、とうに噂になってるはずだし。第一、どうしてそんな格好でわざわざ夜中に出歩かなきゃならんのだ。よかった。
鳥居の方に戻っていくわ。すごいものを見たな。今のことをあれこれ想像するだけで短編が一つ書けそうだ。まあ事実は意外とつまらんことかもしれないけど。つまらないってどんな？芝居の稽古が遅くなってその帰り道だとかさ、本殿に手を合わせたのも公演の成功を祈ってだ。見て、今度は鳥居に別の人が。女性だわ。変だな、男を見ても悲鳴もあげない。あの人、私たちが知らないだけでこの辺りの名物男なのかも。なんだか気が抜けたわ。違う、よく見ろ、彼女日本髪だぞ。早く隠れるんだ。いくらなんでもおかしい。さっきがちょんまげで今拝んでる女が日本髪だなんて、一体何が起きてるって言うんだ。さっきの男が戻ってきたわ。おめさん、お中さんじゃねえのかね。間違いねえ、やっぱりお中だ。人違いです。また逃げ寄ったってそうはいかねえぜ。こんな田舎に隠れてたとはな。ふざけやがって。てめえのおかげで俺がどうなったか知りもしめ。今はこのざまだ。あんたなんか知らないよ。その手を離してちょうだい。謝るなら勘弁しねえでもねえもの。そんなに綺麗か。綺麗ならなんで俺をたぶらかした。あの金を俺がどんなにして工面したと思う。おめえと一緒になれると思えばこそ鬼になった。ほんの少しでも好きでいてくれたんなら俺も諦める。だがおめえは仲間うちで俺のことを笑ってたそうだな。誰があんな豚みたいな男とって。豚だから豚だって言ったんだ。鏡見て出直してきやがれ。だったら俺なんかほっといてくれりゃよかったんだ。そんなに銭が大事か。死ぬほど嫌いな男に抱かれても銭のためなら辛抱できるのか。豚はおめえの方だ。臭くて助けに行かないと殺されてしまうが。だけどこれは現実なのか。二人の姿が透けて見える。死ねやがれ。二人が消えたわ。どういうことなの。あの杉の木の根元にお腹の死骸が埋まってるんだ。え、俺は人殺しだったんだ。何を言ってるのあなた。この住宅地に引っ越して3年になる。ここで俺はお腹を殺したんだ。同じ土地に降り積もる雪を眺めてるうち、心の奥に隠されてたものが目覚めたということさ。わからないわ。おめえさん、お腹さんじゃねえのかね。このセリフが頭から離れなかったのも当然だ。お腹の苦しみもがく顔が昨日のことのように思い出される。あれからどれだけの時が過ぎてしまったのか。お腹の骨はすっかり朽ち果ててこの杉の一部になってるに違いない。もしかするとここに僕を導いたのは杉の中にいるお腹だったんじゃないかという気もしてきた。お腹さん、そうじゃねえのかね。枝から雪が。風なんてないのに。お腹さんは答えてくれたんだ。行こう、もう用は済んだ。雪には私たちの足跡しかついてない。やっぱりあれは幽霊だったのね。だけど俺が人を殺したのは間違いない。
だとしてもそれは前世のことでしょ。そうだけど、俺には罪の意識よりも今夜の出来事がこれから生きていく上での勇気につながる気がしてる。どういうこと？前世で俺は人殺しだった。でも前世は一つじゃない。遥か昔から俺たちは転生を繰り返してきた。俺が死んでも魂は別の世に生まれ変わる。それが分かっただけでもすごいことじゃないか。俺たちはたかだか数十年しか生きられないけど、それは永遠に続く命の一部でもあるんだ。それでこれからどんな風に生きるつもり？もっとわがままに生きてみようかと。そうしてもいい年齢に差し掛かっている。はい、もしもし。原稿の件なんですが。それなら安心してくれ。ストーリーは固まった。書き始めたばかりだけど、明日の朝までには渡せるよ。はあ、よかった。ではタイトルだけ教えていただけますか？そうだね、雪明かりの夜とでもしようか。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。